今日の制作はどんな感じですか？今日はあの矢切のガレージキットのご依頼をいただいたんですよ。海外の方から。そうだね。そうだから、あれあれどこ行った？何事？あ、ここだった。あ、やばすぎだろ。さっきのさ、ちょっとこれをね、今ね、あの履く私は、なぜなら矢ブラシをね、がっつり拭いてる時は、こいつが大事なんです。作業着ね。楽なんだよね、これで。あのピュッて拭いたりするんだよ。あ、ピュッて。なるほどね。これがね、楽なんだよね。はいはいはい。どうしてもこれはもう、あの海外やってた時の名残が抜けない、まあそのための作業着っていうのもあるのでは。で、私ね、ここまでね、あの着込むの嫌なのよ、この、この感じ。あ、なるほどね。これ嫌で、これもだから捨ててるんだよね。そう、だから膝が汚れるの。確かに膝が汚れてるね。そう、膝が汚れるものなの、これ。あ、そういうもの。私はそういうもの、ずっとこの、あの塗装じゃない時も、ね、もうこのスタイルずっと。なるほどね。って感じなんだよ。でももうだいぶなんか進んでない見た感じ。うん、そうだよ。昨日私ずっとこれやってて、実は、うん、あの今回はね、あの、まあ、動画後々出すから、そこでまあちょっと言ってるんだけど、あの、まあ、先に見てくれた方は、これ覚えてる？あのつのいどのインスタフォローしてくれてる人は見たこと、まあ、X もそっか載せたわ、この矢切イラストを描いたんだけど、これ何にも使ってないんだけど、この配色で今回塗ろうかなと思ってて。なるほどね。で、今ほら髪の毛塗ってるでしょ。確かにぽいぽい。そうそうそう、これ赤色の感じで、今わかる、こういう感じで、ほらわかりますよ。いい感じでしょ。うん、かなりいい感じだね。もうね、エアブラシで、あの、ある程度書き込みながら書いてる。結構ほら重厚感あるでしょ。あるある。イラストみたいな。そうそう、結構厚塗りでやってて。厚塗りは結構得意とするところなのでは。そうだね、厚塗り好きなんだよね。うん、そう、あので、これ肌も今かなり今回重厚感ある感じなんだけど。おお、本当だ。わかる、ほら。わかるわかる。こういう感じで、うん、エアブラシで塗装してっていう感じなんだけど、うん、今日は私まずこの塗ってないところあるじゃん。ああ、この辺にあるやつ、角とか。そう、角はね、今回ね、うん、ブルーでやるから。はいはいはい。これを塗装する。うん、あとここもだね。で、一回塗装をエアブラシで終わらせちゃって、筆塗りのターンに行きたいってところなんだよ。なるほどね。そう、まずは全体的にエアブラシをやっていくと。そう、それに、あ、ごめん、ちょっとマスターお願いして、せっかくだから、はい、あの窓開けてくれる？あのカメラ持ってますけれども。ちょっとカメラ持ってもらえます？それを言うのであれば。はい、ちょっとエアブラシの塗装ブースはね、またちょっと掃除しないといけないんだけど、ちょっとめんどくさくて。まだ全然吸い込むし、まだ全然吸い込みはするから、ギリギリまで耐えようかなと思って。クリアブルー、あれ、ディープアートと開けてきましたよ。ありがとう。ディープクリアブルー、ディープクリアブルー。またあれあれなんだよね、塗装をさ、今やってるのはまあガレージキットだから一点物だから、あんまり塗装塗料使わないんだけど、こっからいろいろ生産、生産塗装が増えてくるターンもまた控えてるから。あ、まあまあ、そうだねそうだね。そう、それのと一緒に、あの塗料をまた一気に出して増やしたいんだよね。この前、あの業務用のさ、塗料は結構買ったんだけど。はいはい。そう、今混ぜてるの？今混ぜてる。私結構ね、あのびっくりされる、いつも朝食するあのめっちゃ感覚的にタイプの人だから。いや、でもそれでいいと思うよ。そう、でもし拭いて、あ、成り立ってるからね。そう、ちょっと拭いて、あって思ったら、ピュってまたそこで調整する感じにしてるんだよね。はいはいはい。自分がやりやすいやり方でいいでしょ。まあそうだね。まあでも、ってなった時にね、うん、私やっぱりね、教えるの向いてないんだよね。なんか、あの、簡単なことだったりとか、もう、座組を組んだやつだったらできるかもしれないんだけど、うん、なんかやっぱりね、あまりにも私昔から感覚的にやりすぎちゃってて、じゃあこれ具体的にも何対何ですかって言われた時に、うん、もし、開封した時の塗料の粘度がこれぐらいだったら、まあこんぐらいでの言い方もすごくアバウトな
感じになっちゃったりとかさするわけですよ、うんうん、しょうがないよね、まあ、これはでもなんかアート的な塗り方とさ、うん、その人に教える塗り方って全然違うよね、そもそも違うね、うん、そもそも私そういう脳みその人じゃないからさ、うん、てかなんかそもそもがそういうもんだよ、うん、ただね、あの前もちょっと話したけどミニードとかでワークショップやりますってなったら、さすがにその、うん、今回ミニードが塗装したことがない人にも教えますってなった時の、設計は考えるよ。うん、いや、わかるわかる。さすがにそれは考えるけどね。うん、だって俺もさ、人にさ、営業方法を教えろって言われたとしてもだよ。うん、営業のやり方を教えろって言われても、うん、営業って結構感覚的なとこもあんのよ。そのなんか。確かに、イレギュラーもあるじゃない、割と。そうそう、イレギュラーばっかりだからね。会話なんて生き物だからね。そうそうそう。だからそっちの方が難しそう、この人がこう言ったらこう言うみたいなテンプレート組めないんだよね。そうだね、無理だね。確かにそうだね、うん、っていうとこ考えると人に教える営業方法と自分がやる営業方法ってちょっと変わってくるから。本当そうだね。だから制作もなんか似たようなところはあるのかなっていうふうに思うけどね。人に教えるような塗り方とアートとかなんか自分が作品を作る時の塗り方違うのはなんか当然かなとは思うけどね。それはね、確かにね、当然だと思うんだ、うん、なんかあれだよ、やべ、もう何あー、イエロークリアか、なんか探しておりますか。いや、今ね、どうしようかなと思ってた。でもなんかあの考えながらいつもさね、聞いてよ、あの全然話変わるけど、はい、私あのここでさ結構あの流しながら作業してたの昨日、うん、いわゆる耳で聞いてって、はい、その話にあまりにも夢中に なってて、うん、今度矢切ってあのマグネット接続しなきゃいけないのね、うん、別に軸打ちでもいいんだけど私はマグネット好きだからやってんだけど、久しぶりにあの逆に入れてしまった。あ磁石を逆に入れてしまって、やったのがいいやつ、うわやってしまったの。でも最後まで順調だったのに、うん、私が好きなシーンに入ったので、うん、はーってなってたのね、うん、完全に脳死だよね。あー最高みたいな感じになっててさ、もう完全にもう犠牲になったよね、うん、犠牲になった、完全に犠牲になったんだけど、そこは自分が作ってる特権、まあ、で、あのもうやり直すのめんどくさいから別パーティー。それで困るな、マサさん在庫の調整がみたいな。まあ、ね、そういうのもあるね。そう、まあいいですよ、そういうのは僕の仕事なんでいいですよ。そこはしょうがないね。うん、ケツ拭きしますよ、まあ、たまにはそういう時もあるよ。ケツ拭くの得意だから。そう、いっぱいケツ拭いてもろて。お尻拭き得意だから大丈夫。任せて。まあそんな感じですよ。はい、あ、イエロー作るのめんどくさいかな。このイエロー蛍光のやつでなんとかなるか。さてと、どうしようかな。クリアは生かすかな。せっかくなんかマサちゃんが今カメラ回してくれてるからさ、うん、私は今日は別に無理しなくてもいいよ。今手元の撮影はしませんよ。だから制作のリアルだから、このターンの時は、うん、だからこの角を塗装してる映像は使うんだったらこれしかないからね。うん、わかる。うん、じゃあ使わない。あ、使わない。うん、大変だから使わない。編集大変じゃん。いいよ、うん、白マジで。はいはい、私マジで最近思うんだよね、うん、お宅に生まれてよかったなって。あ、やっぱ使うかも。え、使う？あ、うん、じゃあちょっと頑張って撮ってみて。うん、頑張って撮ってみて。頑張って撮ってみてって。うん、ゴム手袋切らしちゃったんだよね。仕入れない。そう。でもクリアじゃなくてもいいかもな。重厚感出したいしな。まあクリアだからって別にクリアに塗らなきゃいけないというルールはないですから、ね。そうだよ。あの前回の矢切りなんてもうバリバリクリアのくの字もないぐらいにしてるからね。ホワイトで、あれだね、最初よいしょ、ちょっと厚めに拭くか。こっちは右だから、
まあ、まあ無理しないで、あんまり撮られてるってことを気にしないで全然進めていいっすよ。進めてるよ。はい、これリアルなんで。うん。これはあのあれだよね。何かの、うん、何かの日和で使うんだよね。うん、多分使うと思う。予定では。うん。まあゴム手袋。たまにはこういうのもいいかなと思って。あ、そうだね。なんか制作のリアルじゃないけどさ。制作のリアル。うん。メインではあんまりこういうの最近載せないからさ。メイン。日和の方では。こういうちょっとダラダラっと制作したやつも載せられるかなと思って。確かにメインはもうあんま多く語ってないもんね。うん。しかもね、まあ、そういうクリエイティブに変えちゃったから。しかもあれなんだよ、なんかメインチャンネルでさ撮ってたじゃんあの時、うん、なんか自分をさ映してたじゃん頑張って、うん、だけど私ね、あの制作してる時ってもう本当にみすぼらしい格好でしてる時の方が割合多くて、うん、ね、いや知ってますよ。そうでしょ、うん、だからさ、もうこだわりすぎるとさ、ちょっと作んないといけない部分があるわけですよ、うん、あのこうちゃんと洗えてないとかあってますまあいいや、これはちゃんとあの後ほど解決されるのでさ、うん、そうだからさ、もうあんま映してないもん私自分のこと。じゃない別に。もうなんかなんかね、某有名 YouTuber も言ってましたよ。なんて？続けることが大事だって続けることってさ、うん、もしかしたら一番尊いことなのかもね。なんかやっぱり継続ってさ、一番難しくて一番ね、結果が出るものだよね、何でもそうだけど。いやー確かにね、うん、継続は力なりってさ、うん、昔さ、それ俺が作ったんだ。え？え？何、継続は力なりって言葉？そうねえ、ん、まあ、そういう冗談はもうさておき今さ制作してるからさ、あんま、うん、頭がこっち向いてないんだよ、まあ、確かに。私ね、でもね、昔ね、あの、うん、空手を習ってた時期があったのね、うん、その時にあのなんか書道をやってたじゃん私、うんうん、だから空手の道場になんかスローガンみたいなやつを書いてくれって言われて、その時に頼まれた文字が、始めることは簡単だが続けることは難しいすごくなんかこのなんて言うんだろう、長いでしょ、長いし、継続は力なりじゃないんだよ、文章だな、文章だな、長いと思って。でも私もその時継続は力なりって言葉自体は知ってたのね、うん、だからなんかね、次道場に来る時ぐらいまでに書いてくれて嬉しいなとか言われてたんだけど、うん、だから最初に言われて最後なんか言葉を覚えられないわけですよ、うん、もうメモとか持ってってないから、え、何でしたっけ、始めることは簡単だがでしたっけみたいな、うん、それはすごく思い出しながら、あの聞いてたマサさんに言われてる。なるほどね。なんか武道ってさ、うん、そういうなんか気持ち的な精神力的な教えもあるもんね。そうだよ、まさにだよ、精神あるよね武道はね。なんかでも大事だよね。うん、大事だ。俺はボクシングだったからそういうのはなかったけど、ボクシングってあないね、確かに教えみたいなのって、ね、うん、あなんかあれだ、これ私ちゃんと洗ってなかったなちょっと一回あれだな、ちょっと濁らそうかな。ほう、イレギュラーもあるんですね。イレギュラーばっかだよ私、適当だからさ。でも最終的にはちゃんと仕上げ、確かにいつもまとまってるよねそうだよ、最終的にはね。あれかもな、一回なんかあれだな、これ粘度低いのかな、まあいいや、やり最悪ドボンしてもいい、ある意味リアルだね、リアルだね。これが終わったら私は美容室に行きたいんだよね。あ、この制作が終わったら、そう、はいはい、いいんじゃないですか。継続は難しいって言うけどさ、うん、継続って言われるとなんかちょっと習い事とかさ、うん、そういう感じがまず思い浮かぶけどさ、うん、なんかうちらのさこの活動はさ、継続だとまた違うけどさ、うん、ずーっとさ見てくれてる人って貴重じゃない。確かにね、それって結構奇跡だよ割と
こんだけコアでさ、しかもさ、確かにいるじゃん、でも中には、まあね、いつもコメントくれるようなって方とかさ、うん、いらっしゃるやん。まあね、ありがたいですね。すごいことだなって思うんだよね。まあもちろんさ、そのコメントとかせずにさ、あのしれーっとこう、あ、今どんな感じかなみたいな感じでさ、うん、ふわーって見てくれてる人とかもさ、うん、もちろんいらっしゃるんだと思うんだけどさ、うん、尊いよね。そうですね。あ、いい感じ、いい感じ。おお、厚塗りですこれは。なんかあれ思い出した、これなんか遊戯王にさ、いなかった、こういうの水色のなんか、okay. え、いなかったっけこういうやつ。遊戯王いっぱいいるからな。じゃあ一旦角に関してはこれでちょっと一段落。角、ま、角も取るの飽きた。いや、角もいいかなみたいな。いや全然そんなことない。いやもう結構取ってる実は。あ、そっか。実はもうね、多分20分弱ぐらい取ってる。でもね、私それすごく感じることがあって、うん、私結構あの何かを流してるか音楽聴きながら、うん、あのこういう作業してるときやってるんだけど、うん、え、もう1曲終わったみたいな、うん、早いんだよね、時が。なるほどね。そう、早いもん。違う、ものづくりって時間かかるもんね。かかる、意外とかかる、うん、でもやってる本人は夢中になってるからさ、うん、時間かかるなーって感覚しないんだよね、うん。だから私ね、制作してる時ってね、あのめっちゃね食べるんだと思う。ああ、なるほどね。すげえお腹すくんだよ。うん。制作する。いつの間にか時間経ってるもんね。経ってる経ってる。意外だよね。確かに。動いてるわけじゃないのにね。うん。脳みそ使ってんだなたまに思う。使ってんだろうね。どういう脳みそ使ってんだってたまに疑わしい。わかる。どういう脳みそ使ってんだろうね。そう、どんな脳みそだよと思うわけ。うん。大したこと考えてないのではと思っちゃうんだけど、うん、こうしようかな、あしようかな、考えてるだろうね、とか思ってるのも、あ、ちゃんと脳みそとしては機能してんだなとか思うと、うん、なんかたまに不思議に感じちゃう。あ、これで一旦ツイート用に写真撮っておこうかな。どうぞ。だって最近、ね、あの MA ツイート少ねえなって思ってる人いるかもしれないでしょ。あの思い出したかのようにさ、昨日さ3つぐらいツイートしたの。なんかね私ね、あの別にリアルタイムじゃないから昨日とか言ってもみんなわかんないと思うんだけど、うん、その前はねずっとね、あの書き仕事の方をしてたから。あ、なるほどね。なんか大してこうなんか発信するものがなくて、まだ見せれねえしな、うん、だからといって自分のなんかあの写真とか載せばっかり載せてるとさ、ただのなんか承認欲求モンスターペインターみたいな感じになっちゃうから、うんみたいな。しかもみすぼらしいしみたいな、何すればいいのみたいな。この前はあのちょうどあのお風呂上がりだったんだけど、あの見せたいプレゼントがあったから、うん、まあいいやみたいな感じで載せたんだけどね。なるほどね。そうそうそう、動画じゃないしって静止画だしって。そこが生命線なの。そう、結構生命線なんだよね。そう、高画質じゃないし、うん、あの高画質で動画って私も耐えられないから。あの耐えられる顔面してないから。それはもう、そんなことないと思うよね。そこはもうなんかちょっと、うん、無理にやらないんだけど基本的には、うん、そう。だって私さ、作品撮ってる時ってめちゃくちゃ高画質で撮ってるからね、これ。うん、確かにね。あのやっぱ見せたいから作品を、うん、私のことなんて見せたくないんだけど、うん、作品は見せるのが仕事だから、うんうん、そう。なるほどね。そういうこと、切り分けてるの。だからあの薄々気づいてる人もいると思うけど、切り分けてるんですよ。じゃあもうそろそろちょっとおいてもしますかね。ちょっと見る。でもあと1週間載せるよ。はい、わかりました。まだ切るのと。これね、あの凹凸がディティールすごいでしょ、うん、だからなんかあえて別に塗料をなんか溜めるというか、わかる。なんか、わかるわかる。そう、あえてそれぐらいだらす、はい、でもいいぐらいの感じでもやってる。ディティールね。そう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 。でこれで、ね、なんでかっていうと、これで終わりじゃなくて、これで最後あの筆塗りするのね、うん、そうだから問題ないと。なるほどね。このあのあれだね、今光とあの影の
なんか境界線を濃くしたいなっていう、今感じで置いていってる感じです、うん、はい、まあこんなもんでいいんじゃない、もうこれ以上見てもなんかつまんないでしょ。いやもうそういうわけじゃないけどさ、まあ、そろそろね結構時間経ったかなと思って。え、意外と経ったもん。いや結構経っちゃったよ。そっかそっか、あっという間だよ。あっという間だね。次は赤のせんの、赤を混ぜてる、ちょっとあの暗く落とそうかなと。ここでなんか黒とか入れちゃうと汚い色になるんだよ、うん、だけどあの赤とかでやるとなんて言うんだろうな、めっちゃ濃い紫みたいな感じになるから汚くならないんだよね。なるほどね。そう、例えば実際にちょっと見ないと伝わんないかも、細かいところ。ちょっと今この環境だとなかなか撮影が難しいけど。あ、そっか、うん、あ、全然いいよいいよ、気にしないでもらって、こっちのことを適当にやってます。いつも適当なので。いいいいいいね、つないで塗装楽しいな。楽しいよね。早く塗りたいな、ルドラゴン。うん。ね、だからこういう風にさ、依頼もらってさ、うん、塗ってる時間もすごい楽しそうだ。楽しいよ。うん。つないではもっといろいろ作りたいな。そうだね。成り立ってるわけですよ。うまいバランスで。そうだね。あれだよ、だからその、今適切なスピード感で出してる気がする、うん、なんかこれ以上巻きでやってもなんていうのかな、質は下げたくないし。ああ、そうだね、質は下げたくない。これ以上なんかのんびりやっても、うん、あの追いつかない、あ、違う違う、間に合わないっていうのかな、意外と時間かかるじゃん作るって。まあね、かかりますね。そうだから、それ考えるとなんかバランス今いいなって気はしてるよ、うん、なるほどね、なんとなくてな感じで。じゃあ僕もちょっと作業戻りますかね。さん作業いっぱいあると思うから、ちょっとお互い頑張りましょう。はい、頑張れ。じゃあ